今日のゲームはロボトミーコーポレーション各国のシミュレーションゲームです。注目ポイントは3つ。1つ目、本作はモンスターエネルギー源としたエネルギー会社の管理をする一風変わった経営シム。プレイヤーはロボトミー社の社員となり、アブノーマリティと呼ばれる様々なモンスターを管理し、ノルマを達成しながら事業を拡張していきます。2つ目、アブノーマリティの性質を見極めて管理し、回収エネルギー量を高めつつ職員の正気と命を守るのが主なミッション。ゲームは作業パートとストーリーパートに分かれ、アブノーマリティを管理しノルマを達成すると1日を終え、ストーリーパートに繋がるというサイクルです。作業量の多さとシミュレーションゲームらしからぬストーリーのクオリティの高さが特徴的です。3つ目、公式の外伝漫画ワンダーラボではロボトミー社のシムのストーリーが語られます。個性的で思い入れのある職員たちの日常の様子などが楽しめますが、新エンドの話も出てくるので、クリア前に読むときは注意してください。